Hello everybody, welcome back to another episode of Legend of Heroes Trails in the Sky. In the last part, we went through the Aureole Ruins, or however you want to pronounce it. Fought a lot of Arcazans, fought a lot of monster chests, and now we're at the bottom floor, just outside the room with the final boss. Before we head into there, I want to check something. This next boss will inflict faint on us, so we want to put faint protection on my guys. And I think we're good to go for the most part. So, for this fight, you want to have Earth Guard or Earth Wall. That's going to be crucial. And you'll find out why in a little bit. Thankfully, we've got both of them. So, let's just see what happens, shall we? やはり来たか。なんとなく。 君たちが来るのではないかと思ったよ。リシャール大佐、私たち、女王様に頼まれて、あなたの計画を止めに来たわ。まだ、ゴスペルは稼働させてないみたいですね。今なら、まだ間に合います。<笑>それはできんよ。なんでよ。そもそも、オーリオールって何？そんなものを手に入れて、どうしようっていうのよ。 かつて古代人は天より授かったセプトテリオンの力を借りて海と大地と天空を支配したという、その至宝の一つが輝く輪だ。もしそれが本当に実在していたのだとしたら、国家にとってそれがどういう意味を持つか君たちに分かるかね。国家にとって。 周辺諸国に対抗する強力な武器を手に入れる。つまり、そういうことだな。その通り。知っての通り。このリベールは、周辺諸国に国力で劣っている。人口は軽バートの5分の1程度。兵力に至っては、エレボニアのわずか1/8にしか過ぎない。唯一誇れる技術力の優位は、 いつまでも保てるわけではない。二度と侵略を受けないためにも、我々には決定的な力が必要なのだよ。だからといって、そんな古代の代物を当てにしなくてもいいじゃないの。10年前の戦争だって、なんとかなったんでしょ。あの侵略を撃退できたのは、勝ったが、彼は軍を辞めた。国を守る英雄は去ったのだ。そして、 奇跡というものは、女神と彼女に愛された英雄にしか起こすことはできない。だから私は情報部を作った。情報戦で他国に一歩先んじることもそうだが、あらゆる情報網を駆使してリベールに決定的な力を与えられるものを探したのだよ。リベールが苦境に陥った時に再び奇跡を起こせるようにね。 それって何？私たちは遊撃して、みんなの大切なものを守るというのがお仕事だけど、でも守ると言ってもただ一方的に守るわけじゃない。どちらかというと、みんなの守りたいという気持ちを一緒に支えてあげるという感じなの。それが父さんだって 別に一人で帝国軍をやっつけたわけじゃない。いろいろな人と助け合いながら、必死に国を守ろうとしたんでしょ？みんながお互いを支え合ったから、結果的に戦争は終わってくれた。大佐だって、その一人だったのよね。<笑>今、私たちがここにいることだって同じだと思う。大佐の陰謀を知った時は、かなり途方に暮れちゃったけど、それでも、いろいろな人に助けられながら、 ここまでたどり着くことができたわ。それだって、奇跡だと思わない？でも、
それは奇跡でも何でもなくて、私たちが普通に持っている可能性なんじゃないかって思うの。もし、これから先、戦争みたいなことが起こっても、みんながお互いに支え合えれば、何でも切り抜けられるような気がする。わけのわからない古代の力より、そっちの方が確実よ。エステル。名前言いやがって。さすがは旦那の娘だぜ。強いな。だが皆が皆、君のように強くなれるわけではないのだよ。目の前にある強大な力、その誘惑に抗うことは難しい。そして私はこの時のために今まで周到に準備を進めてきた。今さらどう。一つ教えてください。どうして大佐はこの場所を知っていたのですか。何、女王陛下すら存在を知らなかった禁断の力が眠っている古代遺跡。ましてや宝物庫から真下にエレベーターを建造すれば、そのあなたの情報網を駆使したって知り得るとはとても思えないんです。それは、そしてそのゴスペル、ザイスの中央工房をもしのぐ技術力で作られた謎の動力機、あなたはそれを一体どこで手に入れたんですか。答える義務はないな。違う、あなたは僕の質問に答えることができないんだ。どういうこと。ただあなたはこの場所に輝く輪という強大な異物が眠っていると確信していた。そしてその黒いオーブメントを使えば手に入ると思い込んだんだ。だけどそう考えるようになったきっかけがどうしても思い出せない。そうなんでしょう。それってダルモア市長みたいに記憶をいじられた可能性があるってことか。それがどうしたというのだ。強大な力の実在はこの地下遺跡が証明している。オーバーマペットにしても現代の技術では制作不可能だ。ならば私が選んだ道を行くだけだ。Oh god, these things again? Christ, dude, just give it up. 君たちの言葉が真実ならば、それが叶わないのであれば、所詮は青臭い理想に過ぎん。とくと見せてやろう。剣聖より受け継ぎし技を。言ってくれるじゃない。だったらこちらも遠慮なく行かせてもらいます。Oh, God, this guy just does not give up. Alright, so... straight off the bat, I'm just gonna try and eliminate these things. Morale! Is he close enough? Sweet, I can get all three of them.Impede that. Sorry, dude. Not gonna happen. Sorry, Stell. Bitch! Here he goes. Here's his S-Craft. Ooh.
It's a lot of damage, but we can live through it. Alright, these things are just plain annoying. Ooh. We got some fancy crafts though, I'll give him that. Man, this thing has a lot of health. Oh, this thing self-destructs, doesn't it? Oh shit. Oh, you canceled me! What a whore. Cancel this! Good thing I have lots of celestial bombs. Get you buffed up. Now I'll just attack him, because I want he's not too difficult. So I just want to get my CP built up again. Too far away. You're all kinds of special. Oh, he so almost died from that. Hang on, Yashua. Now you do this, get your EP back up. One more hit! Punch him! Alright, that wasn't too bad. Sasugada. Kasunda ga. Hito wa shi osokatta yō da. Shimatta! Oh boy. こいつはこれは陰の木か。しまった。動力停止現象か。なんだったの今の。動力停止現象なんだろうけど、今までのものとは違っていた。まるで何かが解放されたような。What's this? What's happening now? 警告します。全要員に警告します。え？あの装置が喋っているんだ。オーリオール封印機構における第一結界の消滅を確認しました。封印区画最深部においてゴスペルが使用されたものと推測。デバイスタワーの起動を確認。This isn't good. What's happening?
結界、オーリオール封印機構。大佐、これは一体。わからない。このような事態になることは。第一結界の消滅によりバカラの干渉波微量ながら発生、魔の守護者の封印解除を確認。全要員は可及的速やかに封印区画から撤退してください。 Uh-oh, a door is opening. What's gonna come out? Uh-oh. What is this supposed to be?気を抜かないで。こいつが和の守護者だ。おいおい、こんなのと戦えてるか。見た目にごまかされるな。こいつら尋常じゃない。ゲート固定、動力供給再開、再起動完了。モード、イントルード&サーチ。座標確認。封印機構施設最深部。和の守護者トロイメライ、これより侵入索敵行動を再開する。 Oh boy, that thing's big. Of course y'all get to go first, naturally. Okay, okay. I think it's a lot of health. 12,000? Shit. Okay, the right forceps is immune to physical attacks, from what I heard, and the left is immune to magical. And also, the right one acts as a healer, so I need to kill the right one.Oh boy. Okay. let's just start with this, I guess. Napalm breath. See?I did jack squat. I thought the right was immune to physical! Or magical, whatever. So wait. Okay, so I was lied to. It's the left that's immune to magical. Or whatever.Alright. You do not have an impede, do you? You've got art delay. I did nothing.So we're gonna take a hit. Okay, yeah, I need to take out the left one.Hopefully that thing doesn't actually revive him.
I'm not gonna be able to get this off in time. Good! Frozen. That's not cool. Alright, Yashua. Hang in there, dude. You look a little cold there. At least that thing doesn't hit too hard. Alright, that's gone. I don't like that. I'm getting out of that. I'm moving. Sorry, Stella, you're gonna take a hit. Oh shit, that hits a lot. Okay, I need to move you closer so I can get morale. Actually, no, let me just impede that. Another annihilation, huh? Nope. You ain't getting me! Wasted. No. Move you out of the way. Sorry, Zen. You're gonna take a hit. You should be able to survive because your strength defense is buffed. Yes. Woo! Hang in there, Zen. Recovery's on your way. Okay, those things are out of the way. Take out these damn things. I want to move them in a way where I can get morale off on them and not have to worry too much about being stuck in the line. Ew. Okay, so I gotta be careful of that. Alright. So, I guess I have to use arts, because I can't get too close. See?
Yeah, I have to be careful. You're just gonna keep casting arts. Move you out of the way. Nope. Denied. All right. Throw that at you. I wish he had something decent I can throw at him, but he does not. Let's take Aqua Bleed. Let me throw an EPX on you. Throw an EPX on you. You're just about done. This should finish him off. Of course, that's not the end of it. What's it doing now? Oh god. It's got those damn things again. It's got an upgrade! Mode. ジェノサイド和の守護者トロイメライ、これより殲滅行動を再開する。はい、バックグラウンドオフフズィー、そう、just tell me this is the real final boss. Uh-oh. Oh, what the hell is this? Uh-oh, I don't like the look of that. Oh man. Let's get you in there. This is where Earth Wall. Oh shit. Here he goes. I don't know what that... Oh, crap. They just keep summoning those things, aren't they? AA cancer isn't too bad. Yeah, you still couldn't cancel my art anyway. You failed. Oh man, how many things are these things gonna summon in? Oh my god, that's a lot. Oh, Jesus Christ. Oh my god. Oh, they explode. That's, yeah, I should have expected that. Death Rage. What is this? Uh-oh. I don't like the looks of this. Oh!
All right. Okay. Celestial Bomb. Get up, I need you. Hey. Man. Relentless. See? Throw that out there. AA Cancer uses up his turn, so it's good. He can't use Death Rage. I don't want to get too close. I'm gonna have to use up his critical. I'm not gonna be able to get that off in time. Oh, yeah, I will. Earth wall. Better shoot that off in time. Of course it heals. Okay, we can do this. This isn't too difficult. Oh, here's this Death Rage again. Hey, you're just all kinds of special, aren't you? Good thing I have plenty of these. Sucks, I'll have to use up his No turn for you! You have nothing, so I need to get your EP back up. That's probably what I should have used Yashua for. Okay, Earth Wall. Let's get that up on you guys. See? What's this? Ha! It's jammed! Oh god, what's this? Ooh, shit. Alright, Okay. Okay, we can do this. Hellgate. See? Oh, that looks like what he was doing before.
Let's move out of that. I can't tell if Joshua's in it. I think he is, and he's gonna take a hit right here. Okay. Defense is down. Alright. Cool. Which means I can do this. Oh! What, hey, wait, miss? Oh, it's probably because of Earth Wall. Nice, it saved me. Is this defense still down? I think it is. Almost there. I can't tell if Estelle's in it. I'll move her just a little bit. Actually, no, because if I don't... Bye, Joshua. Alright, I need you up. Oh, damn. Alright, Wild Rage. What is this? I don't like this. I don't like this at all. That's why it's field wide, so this is gonna hurt big time. Unless Josh can beat it. No, of course not. I don't know what that is. I'm gonna protect these two of them. Uh-oh. Oh! Oh my god, that hurts so bad. Hey, your defense is down. Hey.
Alright, this ends it. Black Fang for the win! Oh, man. Is it over now? なんとか倒せた? 動けなくはしたみたいだ。和の守護者か。どうやらそいつの目的はオーリオールを封印していたこの施設の破壊だったようだな。そして輝く和の封印と同時に扉の中で機能を停止したのか。輝く和をめぐって古代人同士が対立していたのか。しかし肝心の輝く輪はどこに。 Oh God. なんとまだ動けるのか。 Oh my God, how many times is this thing gonna die and stand up? Damn machine. て、間に合うか。よしは。エッセル。左遷。大佐。こいつは私が何とかする。早くここから逃げたまえ。でも君たちは今しがた、こいつと死闘したばかりだ。No kidding. 私の方はもう動けるようになった。時間を稼ぐことくらいはできる。さすが父さんの剣技を継いだだけはあるね。何をしている。早く行け。 Oh, there goes the sword. 大佐。どうしたら。いいから行きたまえ。君たちとの勝負に敗れた時。そんなだから気にすることはない。私の計画は失敗に終わったが、最後に君たちを助けられれば。やれやれ、諦めなければ必ずや勝機は見える。そう教えたことを忘れたか。 Oh, that voice. せい。 Cassius! まさか。今だ、とどめを刺せ。Oh my God, now what? I think everyone's got their S-crafts at least, thank God. She's finally dead. It's exploding. That's a good sign. Kata! Minna, ご苦労だったな。The hell have you been this whole game? ただいま、エステル、ヨシワ。Fashionably late. 随分久しぶりだな。父さん。まだまだ爪は甘いが、一応修行の成果は出たようだな。今回は合格点をやろう。合格点じゃないわよ。何よ父さん、なんでこんなところにいるの。なんでって言われても、ま、成り行きってやつ。 Steal the glory. どんな成り行きを。 Steal the glory, more like it. 父さんも相変わらず元気そうだね。ほう、お前も少し背が伸びたみたいだな。
どうだ、エステルのお守はいろいろと大変だっただろう。どういう意味よ。まあそれなりにね。でもそれと同じくらい僕もエステルに助けられたから、だからお愛子ってところかな。そうか、いい旅をしてきたみたいだな。こら、おさん、今の今まで何を遊んでいやがった。おお、不良青年、博士から話は聞いたぞ。お前にしては随分頑張ったみたいだな。いやあ、偉い偉い。ガキ扱いすんじゃねえ。ふん、冗談だ。特務兵の調査についても頑張ってくれたらしいな。娘たちも世話になったようだし。ああ、いやあ旦那、随分遅いお帰りですね。待ちくたびれちまいましたよ。すまないな、ジン。君を共和国から呼ぶのはさすがに申し訳なかったが、どうも胸騒ぎがして手紙を送らせてもらったんだ。いやいや、気にせんでください。こういう機会でもないと借りがたまる一方ですからな。旦那自慢のお子さんたちの腕も見ることができたし、いろいろと楽しませてもらいましたよ。そうか、そう言ってくれると助かる。和やかに会話してる場合じゃないってば。まったく、帰ってくるなり見せ場をかっさらって。やりやり、どうやら片付いたようじゃの。おや博士、随分遅い到着ですな。お前さんが先行した後、マペットの群れに囲まれてな、なんとか撃退してからようやくたどり着いたが、どうやら全て片付いたみたいじゃな。ええ、いろいろと課題は残ったが、とりあえず一件落着でしょう。でも情報部に操られた大部隊がお城に迫っているんでしょ。確かに警備艇も来ていたみたいだし、父さんが来た時地上の様子はどうだった。ああ、そのことならもう心配ないぞ。モルガン将軍に頼んで事態を収拾してもらっている。シードにも動いてもらったから、じきに騒ぎは沈静化するだろう。あ、なんですって。なるほどな、ここに来るまでに仕込みをしていたわけか。目を覚ましたか。モルガン将軍には厳重な監視をつけていた。シードも家族を人質に取って逆らえないようにしていた。どちらもあなたによって自由の身になったわけですか。ま、そんなところだ。だがな、リシャール、俺がしたのはその程度のことさ。別に俺がいなくたって彼らは自分で何とかしたはずだ。いや、違う。やはりあなたは英雄ですよ。あなたが軍を去ってから私は不安で仕方なかった。今度侵略を受けてしまったら勝てるとは思えなかったから、だから頼れる存在を他に探した。あなたさえ軍に残ってくれたら私もこんなことをしなかったものを。甘ったれるな、リシャール。貴様の間違いはいつまでも俺という幻想から解き放たれなかったことだ。それほどの才覚を持ちながらなぜ自分の足で立たなかった。俺はお前がいたから安心して軍を辞めることができたのだぞ。大層、俺はそんなに大層な男じゃない。10年前も将軍やお前たちが助けてくれたから勝つことができた。そして大切なものを守れずに現実から逃げてしまった男に過ぎん。父さん。だがな、もう二度と逃げるつもりはない。だからリシャール、お前もこれ以上逃げるのはよせ。罪を償いながら
自分に何が足りなかったのかを考えるがいい。Ah, so, in the end, we kill no one. It's just like Cold Steel. Makes me wonder what the second game picks up. I wonder if something big and tragic is going to happen at the end of this game that cuts off the to be continued, the black screen, like it was in Cold Steel 2 and 3. Or no, Cold Steel 1 and 3, I should say. エステル・ブライト並びにヨシュア・ブライト、今回の働きによりグランセル支部は聖遊撃士資格の推薦状を送ります。どうぞ受け取ってください。はい。 Give me my blessing or my recommendation, not my blessing. No Mira? What is this cheap shit? これで5つの地方支部での推薦状が揃ったわけですね。それではカシウスさん、よろしくお願いします。うん。エステル・ブライト並びにヨシュア・ブライト、これより教会規約に基づき両名に聖遊撃士の資格を与える。各地方支部での推薦状を提出せよ。はい。どうぞご確認ください。ロレント支部、ボース支部、ルーアン支部、タイス支部、そしてグランセル支部、5支部すべてのサインを確認した。最終ランク準遊撃士1級。ここまで行くとは思わなかった。正直驚かされたぞ。エイドスと遊撃士紋章において、ここに両名を聖遊撃士に任命する。両者エンブレムを受け取るがいい。はい。スイート。おめでとう、エステル。よし。新しいエンブレム、なかなか似合ってるじゃないか。ま、今回ばかりはよくやったと褒めてやるよ。みんな、ありがとう。ここまで来られたのも皆さんが支えてくれたおかげです。遊撃士としてのキャリアはここからが本番だ。そのことを忘れないようにな。うん、わかってる。いっそ精進するつもりです。さて、めでたい話の後で、非常ここで皆さんに一つ残念なことをお知らせしなくてはなりません。残念な知らせ？本日をもちましてカシウス・ブライトさんが遊撃士協会から脱会します。しばらくの間王国軍に現役復帰するとのことです。本当ですか？長らく留守にした上に突然こんなことを言い出して本当にすまないと思っている。だがクーデター事件の混乱は未だ収拾しきれていない。情報部によってめちゃくちゃにされた軍の指揮系統も立てその手伝いをするつもりなんだ。あ、そうか。軍人は遊撃士になれないから。そういえば先輩たちはこのことを知ってたみたいですね。ええ、相談を受けたからね。正直心細いけど、いつまでも先生に頼ってばかりじゃ私たちも一人前になれないし。まあ、これからは若手だけでもなんとかなるって証明してやろうじゃねえか。そうか。しかし、いつまで経っても忙しさからは解放されないね。まあ、こうして新たな聖遊撃士が二人誕生したんだ。せいぜい俺の代わりにこき使ってやるといいだろう。あのね、これからはもっと忙しくなりそうだね。Sweet, we're now bracers. まったく父さんってば。生誕祭くらいオート見物に付き合ってくれたらいいのに。
すまんが、早速軍医に会ってな。リシャールこそ逮捕されたが、未だ逃亡中の特務兵も多い。カノーネ隊員もあの地下遺跡でいつの間にか姿をくらませていた。さらに大会に参加した空賊団も混乱に紛れて逃亡したらしい。生誕祭の途中で騒ぎが起こらないよう警備を強化しなくてはならんのさ。まったく、揃いも揃ってしぶとい連中ね。確かにどちらも諦めが悪そうな感じはするね。まあ警備の方は気休めさ。問題はあの地下遺跡の出来事が何を意味していたかということだ。リシャールが封印を解いたことでどのような影響が出てくるのか。オーリオールとは何なのか、それを見極める必要があるだろう。うん、確かにそうよね。それにリシャール大佐も記憶が怪しいみたいだったし。うん、クルツと同様思い出せないことがあるそうだ。それでも取り調べの途中一つだけ判明したことがある。あの黒いオーブメントの出所だ。え？製造元が分かったの？いや、あれを情報部に持ち込んだ人間が判明した。情報部特務部隊隊長。あの人が情報部にスカウトされた時にリシャールに渡したらしい。そしてリシャールがクーデターを計画したのはちょうどその頃からだそうだ。どうやらロランス将尉の正体は徹底。そっか、得体が知れないとは思ったけど、そうなると私たちが素顔を見ただけでもラッキーね。言ってくれればいつでも似顔絵を描くわよ。ああ、そのうち頼むぞ。もっともお前の絵心にあまり期待は持てないが、シェラザードや陛下たちにも頼んでおくか。どういう意味よ。エステル、ロランス少尉の顔。あれ、話してなかったっけ。上級のテラスで戦うときにあのヘルメットを外したのよね。年は20代後半くらいでアッシュブロンドの髪だったわ。でも女王様も言ってたけど、やたらとすさんだ目をしてたのよね。なんていうか冷たいような、それでいて燃え盛っているような。あなたに憐れむ資格などないとか。憐れむ資格などない。ヨシア？お前は昔から考えすぎるところがあるようだな。事件の後始末は俺たちに任せて。それもそうだね。そうそう、目いっぱい楽しんじゃいましょう。そうだ、確か今夜はお城に泊めてもらえるのよね。ああ、女王陛下のご配慮で右翼の2つの客室を貸していただいた。俺とヨシュアが右側で、エステルとシェラザードが左側だ。え、私とシェラネーが一緒なの？別の組み合わせがいいのか？だったら俺とエステル、ヨシアとシェラザードにするか。たっぷりと父に甘えるがいい。やっぱりシェラネーと一緒でいい。テレヤさんめ。それじゃ夜にまた会おう。久しぶりなんだし、父さんと一緒の部屋にすればいいのに。君のお母さんのこととかいろいろ話すことがあるんじゃないの？それはそうだけど、ヨシアとシェラネーが一緒はなんだか嫌っていうか。え？なんでもない。それよりもとっとと見物に行きましょう。街の中すごく賑わってたし。そうだね、いろいろと回ってみようか。疲れたら東街区にある休憩所で一休みするのがいいんじゃないかな。ああ、百貨店の裏にある休憩所ね。それじゃあ街を見物しながら最後にあの休憩所に行くとしますか。 Now, there's one final thing we can do. You should have a total of 300, I think it's like 365 BP.
Now, this is the end of the game. Where's the extra last few BP points? You need to go to the... You got one last small little side quest. It's nothing too major. But we gotta go to the bar in the castle. Is there someone we need to talk to? And I believe the bar was up here. あれ、オリビエ。おや、エステル君、ヨシア君、カシウスさんに聞いたよ。ついに声優劇士になったそうだね。おめでとう。さすがは僕のプシキャットちゃんたちだ。その表現はともかく、一応礼は言っておくわ。ところで、オリビエさんはどうしてこんなところにいるんですか？確か僕たちと同じように今日の晩餐会に招待されているのは聞いていましたけど。そういえば、誰よりもお祭り好きっぽい男がこんな静かな場所で飲んでるなんて。あんた、ひょっとして偽物？君たちがギルドで声優劇士の資格をもらっていた時に、そうそう、グランアリーナ前では即興のコンサートを催してね。僕のファンたちの熱狂ぶりを君たちにもぜひ伝えたかった。嘘くさ。ハーケンモンで聞いたあの演奏のノリを思い出すね。まあ、生誕祭の熱に当てられて一人静かに飲んでいるというわけさ。そんな孤独でやるせない後ろ姿すら絵になってしまう罪な僕、これぞダンディズムというやつだね。もうわけわかりませんね。ワコード、僕は。Okay, once you've done that.Oops, going the wrong way. We gotta go to the Bracer Guild. It's festival! I wonder when Olivier's identity is gonna be revealed, because they do mention in Cold Steel 3 that his identity gets revealed at some point. I just don't know when.Huh. I mean, yes, this is from Mueller. Yep, it is right there. Oh, that's funny. Poor Mueller. It's like Philip, he's... Oh, yeah!エステル君、ヨシア君、せっかくの生誕祭だ。街に出て存分に楽しまないともったいないと思うけどね。ねえヨシア、掲示板の依頼の捜索対象って、間違いなくこの人だろう。はっ、この僕と一緒に昼下がりのジョージを楽しみたいとか。そんな3人なんて、でもちょっと刺激的かも。いいだろう、喜んでお受けしようじゃないか。いやー、偶然ね。私たちなんかよりもはるかにオリビエにお熱な人がいるらしいのよね。なんだって。それは本当かい？ええ、よかったらその人のところに案内しましょうか。言うまでもない、君たち案内してくれたまえ。 He's being played. ん？どうしてまた遊撃士協会に来たんだい？まあまあ、慌てなさんなって。今エルナンさんに呼び出してもらっています。ええ、はい。皆さん、連絡がつきましたよ。すぐにでもこちらにいらっしゃるそうです。そんなにも僕に会いたくてたまらないのか。ところで、その子猫ちゃんは僕が知っている人なのかな？それはもう、よーく知ってると思うわよ。むふふ、今オートにいる子猫ちゃんか。やはりシェラ君か。それともカルナさんにアネラス君。いやいや、メイベル市長にリラ君という可能性もあるな。はっ、まさかクローディア姫やティータ君じゃないだろうね。
No. なんというか、ある意味すごい想像力ですね。ああ、もういらっしゃったようですね。Oh, this will be good. おお、ついに来たか。僕の愛しい人よ。さあ、入ってきたまえ。では、遠慮なく入らせてもらうぞ。どうやら君たちが依頼を遂行してくれたようだな。ありがとう。帝国大使館を代表して礼を言う。いえいえ、そんな。オリビエさん本人が望んだことでもありますし。話が見えないんだけど、僕に会いたがっている子猫ちゃんというのは。何を寝ぼけている。女王陛下直々のご招待だから、この際今夜の晩餐会に出席することは認めてやろう。だからといってお前の好き放題にはさせられん。そのことを今一度言い含めておこうと思ってな。エステル君、ヨシア君、ひどいじゃないか。僕のことを騙したのね。何を人聞きの悪い。僕たち女性が待ってるとは一言も言ってませんけど。さて、夕方まであまり時間はない。いろいろと釘を刺しておきたいし、とっとと大使館に戻るぞ。あーれー。うん、これで一件落着ですね。査定も済ませたので報酬を受け取ってください。聖遊撃士の手帳はまだできていないので、準遊撃士の方に書かせてもらいますよ。 All right, we're done. Final side quest of the game. 微妙に後ろめたいけど、納得できる依頼だったからいいか。それじゃあ聖誕祭の見物を再開しましょう。うん、そうだね。一通り回ったら東街区の休憩所に行こうか。 And with that, you should have had 368 BP. That's the max BP in the game, so if you did it, great for you. Sucks for me, because I did a lot of things wrong. Oh well. Alright, so with that all being said, there's only one thing to do. Go to the department store and go to the rest area. さてと、休憩所に着いたね。まだ全然回ってないけど、もう休憩する？ No, we're good. はあ、あちこち回ったからさすがにちょっと疲れちゃったわね。しばらくここで休もうか。とりあえずオートで騒ぎが起きそうな気配はなかったね。はあ、今日くらい事件の後始末は父さんたちに任せとけばいいのよ。遅れてきたんだからそれくらい当然の義務だってば。そうなんだけどね、なんとなく性分っていうか。はあ、仕方ないわね。それにしても私たちも声優劇師か。これからは支部の監督を受けずに自由に行動できるようになる。人手が足りない支部からの応援要請なんかも来るから、定期戦を使う機会も多くなるね。その分責任も増えるんだけど。うん、でもまあなんとかやっていけるわよね。今回だってクーデターは阻止することができたんだし、もう父さんにヨシアがいないと心配だなんて言わせないんだから。さすがにもう言わないと思うよ。でも僕はこれからも君と一緒にいたいと思ってるけどね。え？ あれ？迷惑だったかな？いや、迷惑っていうか、一緒にいたいって、それって。そりゃ、気心は知れてるし、お互いの癖は分かっているからね。このままコンビを組んだ方がいいと思ったんだけど。あ、遊撃士の仕事のことか。なんだ、てっきり私逆に告白されちゃったのかと。え？うわー、今のなし、忘れて。エステル、それってしかし今日は本当に暑いわよね。暑い時にはアイスが一番。
おごってあげるから、ちょっとここで待ってて。あ、アイス売り場はそっちじゃないと思うんだけど、もしかして、いや、そんなわけないよな。いや、若い人は羨ましいですね。It's my favorite scientist. アルバ教授。Professor. いや、しばらくぶりですね。Why the music quiet? 最近いろいろと騒がしかったですが、やはり人間平穏無事に暮らすのが一番ですね。おや、どうしました？顔色が優れないようですが、声優劇師にもなれたのだから、もっと晴れやかな顔をしなくては。そうだ、私からも何かお祝いをさせていただきましょうか。Oh boy. あまり高いものは贈れませんけど。I don't like this. 最初に会った時から強烈な違和感がありました。今では少し慣れましたけれど、あなたを見ているとなぜか震えが止まらなかった。ほう。そして各地記憶を消されてしまった人たち、あなたは調査と称して、そう、決定的だったのはクルツさんの反応です。記憶を奪われたクルツさん、あの人もアリーナの観客席で気分が悪そうにしていた。そして、ん？アルバ教授、あなただったんですね。認識と記憶を操作されながらそこまで気づくとは大したものだ。さすが私が作っただけはある。では暗示を解くとしようか。あなたはようやく私のことを思い出したようだね。バラバラになった君の心を組み立て直してあげたこの私を、うつろな人形に魂を与えたこの私を。対象者の認識と記憶を歪めて操作する七人のアンギスの一人、白面のワイスマン。久しぶりと言っておこうか。レギオンナンバー3。Oh god, here come the enforcers. 漆黒の牙。Oh shit. ヨシュア・ストレイ。Oh shit. He's an enforcer? あなたが今回の事件を背後から操っていたんだな。それじゃあ、あのロランス少尉はやっぱり。お察しの通りだ。彼の記憶は消さないであげたから、すぐに正体に気づいたようだね。彼も喜んでいるだろう。あなたは、僕を始末しに来たんですか。そう身構えることはない。計画の第一段階も無事終了した。少々時間ができたので、君に会いに来ただけなのだよ。第一段階、あの地下遺跡の封印のことか。輪に至る道を塞ぐ門、それをこじ開けることがすなわち計画の第一段階でね。もはや閉じることはありえない。やはりこれ、輝く輪とは一体何です？結社は、あなたは何を企んでいるんだ？それを知りたければ結社に戻ってくればどうだい。君ならすぐに現役復帰できるだろう。少々緩和鈍っただろうが、リハビリすればすぐに取り戻せるさ。そんなに怖い顔をするものじゃないよ。分かっているさ。今の君には大切な家族がいる。尊敬できる父親と、何よりも愛おしく大切な少女。たとえ彼がこちら側にいても、それらを捨てるなど馬鹿げた話だ。だから私は君に会いに来た。計画に協力してくれた例として、真に結社から解放するために。おめでとう、ヨシュア。
君はもう結社から自由の身だ。この5年間本当にご苦労だったね。なんだ、つまらないな。もっと嬉しそうな顔をしてくれると思ったのだが、まだ感情の形成に不完全なところがあるのかな。僕が計画に協力何をバカなことを言って。ああ、すまない、うっかり言い忘れていたよ。君の本当の役目は暗殺ではなく諜報だったのさ。結社に見捨てられた子供として同情を引き、見事保護されてくれた。そして定期的に結社の連絡員にいろいろなことを報告してくれたんだ。遊撃士協会の動向とカシウス・ブライトの情報をね。無論そんなことをしていたのは君自身も覚えていないだろう。私がそう暗示をかけたからね。S 級遊撃士カシウス・ブライト、まさしく彼こそが今回の計画の最大の障害だった。彼に国内にいられては大佐のクーデターなどすぐに潰されてしまっただろうからね。彼の性格、行動パターンを分析して悟られずに国外に誘導するために、君の情報は本当に役に立ってくれた。嘘だから、改めて礼を言おう。この5年間本当にご苦労だった。嘘だ嘘だ嘘だ。僕はエステルと過ごした。何がそんなに悲しいのかな。そ知らぬ顔で大切な家族と幸せに暮らしていけばいいだろう。君が黙っていればわからないことだ。しかしまあ考えてみればそれも酷な話か。ブライト家の親子はどうも健全すぎるようだからね。君のような化け物にとって少し眩しすぎたんじゃないかな。君は人らしく振る舞えるが、そのあり方は普通の人とは違う。どんな時も目的を合理的に考え任務を遂行できる思考フレーム、単独で大部隊と渡り合えるよう限界まで強化された肉体と反射神経、私が作り上げた最高の人間兵器、それが君、漆黒の牙だ。そんな君が人と交わるなど、この先彼らと一緒にいても君が幸せになることはありえない。だから辛くなったら、大いなる種が滑る魂の結社、我らがウロボロス。ボロス。I was wondering when they're gonna make their appearance. Oh shit, dude. これが。ボツカ、姉さん。レーベ、僕は。ずいぶん待たされちゃった。なんだかんだでもう夕方だし。ヨシア、さっきのどう思ったんだろう。思い出したらまた顔が熱く。おや、エステルさん。あれ、アルバ教授。そうかもしれませんね。そうだ、先ほどヨシュア君とも会いましたよ。おめでとうございます。聖遊撃士になったそうですね。まあね。あれ、あ、どうしました。教授ってばいつもと雰囲気が違わない。なんだかすごく楽しそうな顔をしてるわよ。あ、見抜かれましたか。実は考古学の研究でいろいろと進展がありましてね、それで少々浮かれていたんです。
よかったじゃない。あーごめん、アイスが溶けちゃうから私これで行くわね。それじゃまたね。なるほど、カシウス・ブライトの娘か。なかなか楽しませてもらえそうだ。ごめん遅くなっちゃって。ものすごく混んでてさ、ようやくゲットできたのよ。そっか、ご苦労様、ありがたくごちそうになるよ。うん、あ、さっきはごめん、紛らわしい言い方しちゃって。確かにあれじゃ出来の悪い告白みたいだよね。え、うん、出来が悪いってことはないけど。まあ考えてみればそう結論を急ぐこともないよね。声優劇師になったからといって別の仕事についてもいいわけだし、ここはお互い将来についてじっくり考えるべきかもしれないな。確かに結婚なんかしちゃったら子育てもしなくちゃいけないし、だから先走りすぎだっての。私、さてと、もう夕方だしアイスを食べながら城に戻ろうか。父さんとみんなが待ってるよ。よしよ。どうしたの？将来についての相談があるとか？違うってば。さっさとお城に戻りましょう。Oh, shit. Revelations. Oh, man, I didn't know he was a fucking enforcer. Damn. I was wondering when Ouroboros was going to make its appearance here. Nani o Esteru, saki kara sowa sowa shite. Nani ka kininaru koto demo aru no? ねえ、知らねえ、食事の時ヨシは変じゃなかった？うん、変なのはあんたの方でしょ。あの子はいつも通り落ち着いていたじゃないの。それはそうなんだけど。はっはーん、そっか、そういうことか。な、何よいきなり。隠さない隠さない、そんな雰囲気はしたけど、やっぱり自覚しちゃったわけね。ヨシはのこと好きになっちゃったんでしょ。やっぱり分かっちゃう。悪いけど丸分かりよ。でもその様子じゃヨシアにはちゃんと伝わってないみたいね。うん、ヨシアってこういうこと昔から鈍いところあったし。で、私も人のこと言えないか。ああ、もうういういしいわね。あの花より団子だったエステルがよくぞここまで。お姉さん感激しちゃうわ。もうシェラ姉には金輪際相談しない。嘘嘘、からかって悪かったわ。でも考えてみれば、あんたたちは思春期に入る前に出会ったのよね。なかなかお互いの気持ちに気づかないのは仕方ないか。そういうものなのかな。私は旅をしてる最中にちょっとしたきっかけで意識して、一度気になりだしたらどんどん意識するようになって。ああ、もうこんなの私のキャラじゃないのに。咲かないつぼみはないってね。女の子はみんなそういうものよ。知らねえ。あんまり軽率なことは言うつもりはないんだけど、覚悟が決まってるなら打ち明けた方がいいんじゃない。踏ん切りがつかないならちょっ、ううん、実はもう話を聞いてもらう約束もしたし。そっか、よーし、それでこそ私の妹分。ああ、もうお姉さん泣けてくるわ。それはもうええ中年。でもありがとうシェラね。なんだか少し勇気が出てきたわ。私ちょっとヨシアのところに行ってくるね。え、まさか今すぐ告白するの？ううん、それは別口。なんかさっきヨシアの様子がおかしいような気がしたのよね。まずはそれを聞き出してくるわ。そう。しかしさすがにあの子のことをよくわかってるみたいじゃないの。あんたとヨシアならきっとうまくいくと思うわよ。話していい雰囲気になったらそのまま打ち明けてみたらどう？善処します。それじゃあ行ってくるわね。
初恋か。うまくいくといいんだけどね。I don't know. Feeling pretty anxious right about now. あれ?二人ともいないわね。そういえば、父さんはまだ会議とか言ってたか。でも、ヨシアは? Uh-oh. Oh, that's his flute. ヨシア、どこで吹いてるのかな? Garden Terrace, probably. I'd imagine.I have a feeling things are going to go pretty sour pretty quickly. Yeah, Esther, いい夜だね。うん。またその曲なんだ。星のありか。いろいろなものをなくしたけど、この曲と、このハーモニカだけは、だから、吹き納めにと思ってね。え?約束、果たさせてくれるかな?君に会うまでに、それを、今から話したいんだ。ヨシア、うん。少し、長い話になるけど。もちろん、きっちり最後まで聞かせてもらうわ。ありがとう。昔々、あるところに、一人の男の子がいました。Backstory time! 甘えん坊で、気が弱くて、何の取り柄もない男の子。でも、大切な人たちと一緒にいて、男の子の毎日は、しかし、あることがきっかけで、言葉と感情を失い、食事も取らずに、ハーモニカだけを吹き続ける毎日。面倒を見てくれた人の努力も虚しく、男の子は、日に日に痩せ衰えていきました。そんな男の子の前に、一人の魔法使いが現れました。私が、その子の心を治してあげよう。ただし、代償は支払ってもらうよ。そうして、男の子は魔法使いに預けられることになりました。壊れた心をつなぎ合わせながら、魔法使いは男の子の存在を好きなように作り変えていきました。そして、新たな心を手に入れたとき、男の子は人殺しになっていました。2年もの間、男の子は毎日のように人を殺し続けました。何十人もの部隊を闇に紛れて全滅させたこともあります。屈強な護衛に守られていたとある国の大臣の屋敷に潜入して、その喉をかき切ったこともあります。時には爆発物を使い、罪もない人々を巻き添えにしました。いつしか男の子は、ただの人殺しから優秀な化け物に成長し、漆黒の牙と呼ばれ、恐れられるようになっていました。そして男の子は、魔法使いに、ある標的の暗殺を命じられました。Oh. かつて女王様が治める国を北の大きな国から守った英雄、大陸で4人しかいないという特別な称号を持っている遊撃士を。でもその標的は強すぎました。子猫が虎にいなされるように男の子は撃退されてしまいました。失敗した男の子の前に魔法使いの手下たちが現れました。標的に顔を知られてしまった男の子を始末しようとしたのです。しかしその手下を追い払って男の子を救ってくれた人がいました。それは
男の子が暗殺に失敗した。そして男の子はその人の家に連れてこられて、一人の女の子と出会いました。その家で男の子は5年もの間素敵な夢を見せてもらいました。本当ならその男の子には許されるはずもなかった夢を。だけど夢はいつか覚めるものです。現実に戻る時が迫っていました。これでこの話はおしまいだ。ありがとう、最後まで耳を塞がずに聞いてくれて。それってどこまで本当なの？全部本当のことだよ。僕の心が壊れているのも、僕の手が血塗られているのも、君のお父さんを暗殺しようとして失敗したのも、そして今までずっと男の子は本当の意味で救いようがない存在だった。そこにいるだけで不幸と最悪をもたらすような、そんな汚れた存在だったんだ。だから男の子は旅立つことにした。幸せな夢を見せてくれた人たちを、これ自分という存在を作った悪い魔法使いを止めるために。それは僕が人間らしい心を最後に持っていた時のものだ。もう必要のないものだから、だから君に受け取ってほしい。この5年間のお礼にはとてもならないだろうけど、何もないよりは、ま、加減にしなさいよ。え？いい加減にしなさいっての！夢なんて言わないでよ。まるで今までのことが本当じゃなかったみたいじゃない。過去が何だっていうの？心が壊れてる？それがどうしたっていうのよ！エステル、私を見て、私の目を見てよ！ずっとその男の子のことを見てきたわ。いいところも悪いところも知ってる。男の子が何かに苦しみながら必死に頑張ってたことも知ってる。そんなヨシアのことを私は好きになったんだから！一人で行くなんてダメだからね。私を、私の気持ちを置き去りにして消えちゃうなんて、絶対に許さないんだから！エステル。え？よしよ。何、今の。口の中に流れて。即効性のある睡眠誘導剤だよ。副作用はないから安心して。どうして、なんでそんなもの。僕のエステル、お日様みたいに眩しかった君、君と一緒にいて幸せだったけど、同時にとても苦しかった。明るい光が濃い影を作るように、君と一緒にいればいるほど僕は自分の忌まわしい本性を思い知らされるようになった。だから出会わなければよかったと思ったこともあった。そんな。でも今は違う。君に会えたことを感謝している。こんな風に大切な女の子から逃げ出すことしかできない僕だけど、誰よりも君のことを思っている。ヨシュア、ヨシュア、今まで本当にありがとう。出会った時から君のことが大好きだったよ。さよなら、エステル。
Oh, shit. Well, that's one way to end it. Whew. Man, that was crazy. Some heavy, heavy shit. Man. Man, that's one way to end it. Of course, like I expected, something dramatic was going to happen at the end, and it's going to end with a black screen. Oh, God. I gotta say, it's not as bad as Cold Steel's cliffhangers. I can't really say much about Cold Steel 1's cliffhanger because the second game had already come out, so I was able to dive right into it. Similar to like this, I'm able to dive right into the second chapter if I wanted to right now. But with a cliffhanger like Cold Steel 3 had, yeah. Thankfully, I don't have to worry about it with this series, because all the Sky games are done. Man, I did not expect him to be an enforcer. Wiseman. He wasn't in Cold Steel, so I wonder if he gets killed off in the second or third game. Okay, since I might as well get some explaining right now. Hopefully you guys will be able to hear me. Because my voice hasn't really, caught well over, voice dialogue stuff. But, Final Fantasy VII is coming out next month. So I have a month between now and April 10th. I am not going to start... I'll tell you this right now. I'm not going to start the second chapter of Trails in the Sky until Final Fantasy VII is done. I need a break from the Legend of Heroes games because I've been pretty much playing them back to back besides maybe Star Wars and Pokemon Shield. So I kind of need a break from this series. But yeah,
what I plan to do now between now and Final Fantasy VII, I'm not going to do like a long RPG game. Because I don't have a whole lot of time between now and April 10th. It's Finn. So, the next game I have planned out, I don't know how long it is. It's not an RPG, like, it's not Legend of Heroes length. It's not Final Fantasy's length. It's not a Final Fantasy game's length. It's not a Kingdom Hearts story length. But I don't just know how long it's going to be. I plan on starting that to either tomorrow or Sunday. I might do it Sunday. Another reason being why I'm not doing the second chapter right away is because I have to get all the evolution files and put them all into the second chapter's game folder so I can get it working, so I can have voice dialogue, you know, all that kind of stuff that I've had on here that you wouldn't have normally if you downloaded it, like I said at the very, very beginning. So, I had to get all that set up, which might take me a while. It took me a while to get this set up. But, yeah, that's another reason why I'm not doing the second chapter right away. But I will be doing it. Don't worry. It's going to be after Final Fantasy VII. I don't know if I'll be diving into the third after that's done. I might take another break. I mean, I don't really have to rush, because God knows how long Cold Steel 4 is coming out. Because by the time Cold Steel 4 comes out, I want to have all the Trails. I want to be caught up in the story of Trails. So that includes these games and Trails of Zero. And I gotta figure out how to get a hold of those games, because those haven't been ported over to the West. You can get them online, I just don't know if I'll be able to. I heard that they're going to be coming out to the West. Or no. I heard some story about it. I don't know if it's gonna get remastered, or if it's coming out to the West at some point. But, yeah. I'll have to figure out how to get a hold of that game. Because I know you can, I just gotta figure it out. Whether or not that game will have voiced dialogue and everything else that this game had, I have no idea. That's something I'm gonna be looking into like later down the road. But yeah, that's pretty much all I have to say. I don't have the saves over, so I'll just make another save file. Yes. This is like a trailer for the second game? Yeah, second chapter. This is supposed to be like the opening for the second chapter. No, it's a trailer. いずれこんな日が来ることは分かっていた。ヨシアって何者なの？見くらう蛇。ヨシアはそこに属していた。See, you notice how their mouths are moving with the dialogue? I think that was what I was trying to get to work. One of the things I was trying to get to work, but I couldn't. 昨日はお城に泊まったんだっけ？戻ろう、リベール。Olivier! It's you. Oh, I see that guy in the pink suit. Who? The hell is that? Is that悪い魔法使いを止めること。私、ミクラウヘビの陰謀を阻止して、きっとヨシアを連れ戻してみせる。王道ストーリーRPG、プレイステーションビータ、専用ソフトウェア、英雄伝説、空の奇跡、S
Huh. It's funny seeing these ads. Interesting. Oh, it's a movie. Oh, okay, so I can just replay them. Oh, okay. So this is pretty much the same stuff? Yes, it is. Interesting. But yeah, I've said my piece, I said everything I needed. But yeah. The next playthrough will be starting either tomorrow, if not tomorrow, Sunday. Sunday, I'll have more time to get more stuff out. But we'll just see what happens. I might start tomorrow. So, you guys will find out what that's going to be when I start that playthrough. So, yeah. Until the next time, I'll see everybody then. Later.